これは日本の古い話です。あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは毎日山へ行きます。山にはスズメがたくさんいます。一羽のスズメがおじいさんの近くへ来ました。チュン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 。おじいさんは言いました。かわいいスズメだ。おじいさんはスズメと家へ帰りました。おじいさんは毎日スズメと遊びます。でもおばあさんはスズメが嫌いでした。おじいさんは今日も山へ行きます。おばあさんは洗濯をします。おばさんはご飯で洗濯なりを作りました。そして洗濯のりを着物に敷きました。チューチュー。スズメは家の近くで遊びます。スズメはおばあさんの洗濯のりを見ました。あ、芋のざりませんな。スズメは洗濯のりを少し食べました。おいしい。スズメは洗濯のりをもっと食べました。おいしい、おいしい。おばあさんが後ろを見ました。スズメがいます。こら、私の洗濯のりを食べましたね。悪いスズメだ。おばあさんはスズメの舌を知りました。痛い、痛い。スズメは山へ帰りました。おじいさんが山から帰りました。スズメがいません。おじいさんはおばあさんに聞きました。スズメはどこですか？おばあさんは言いました。スズメはもう言いませんよ。あのスズメだ。悪いスズメです。私の洗濯のりを食べました。だから舌を切りました。え？おじいさんは大きい声を出しました。おじいさんは山へ行きました。スズメさん、スズメさん、どこにいますか？スズメはいません。おじいさんはまた言いました。スズメさん、スズメさん、どこにいますか？おじいさん、ここです。ここです。スズメか行きまだ。あのスズメです。おじいさんは言いました。スズメさん、大丈夫ですか？スズメは言いました。はい。もう
内情です。ありがとうござりおいじさん。私の家へどうぞ。おじいさんはすずめの家へ行きました。おじいさん、お茶をどうぞ。お菓子もどうぞ。おじいさんはお茶を掘りました。お菓子も食べました。ああ、おいしい。家の家内はスズメがたくさんいました。スズメたちは歌を歌いました。踊りました。おじいさんは言いました。ああ、楽しかった。ありがとう。もう、ゆがたです。話題、帰ります。スズメがおじいさんの前に来ました。あのスズメです。スズメは言いました。おじいさん、これをどうぞ。ここに箱が2つあります。大きい箱が1つだ。小さい箱が1デスク。小さい箱が1ダス。おいかくら。おいました。おじいさんは小さい箱をまれいました。おじいさんは家へ帰りました。そして箱を開けました。中にはお金やきれいな着物がたくさんありました。おばあさんはそれを見ました。まあ、おじいさん、どこでこれを？おじいさんは沈みます。話をしました。じゃあ、わし、家へ行きます。おばあさんは山へ行きました。すずめさん、すずめさん、どこにいますか？すずめはいません。おばあさんはまた言いました。すずめさん、すずめさん、どこにいますか？おばあさん、ここです、ここです。スズメが来ました。あの、スズメでした。おばあさん、私の家をどうぞ。おばあさんは、スズメの家へ行きました。スズメは、おばあさんに言いました。おばあさん、お茶をどうぞ。お菓子のどうぞ。私はお茶もお菓子も欲しくないです。箱は欲しいです。早く箱出せ。わかりました。おばあさん、大きい箱がいいですか？小さい箱がいいですか？大きい箱がいいです。大きい箱を出せ。おばあさんは大きい箱をもらい出せば。重い。大きい箱はとても重いです。重い。もうダメだ。おばあさんは山の高で箱をかませたわ。箱の箱内はお化けがたくさんいました。